はいどうも、ジーパラダイス船長高尻です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はこちら G-SHOCK のメタルライン G-STEEL の新作ですね。 GST-B400 の実機レビューをさせていただきます。 G-STEEL の単独レビューは今回で2回目になりますかね。前回はこちら B300 をレビューさせていただきまして、このモデルは武骨さ、男らしさを前面に押し出してきたデザインだったんですけど、今回はガラッと雰囲気を変えてきまして、このようにシリーズ最薄の薄さにしてきましたり、全体にスタイリッシュなデザインにしてきたようですね。それでは詳しく見ていきましょう。カシオさんではこちらのモデルをこのように解説しております。部品の小型化とモジュールの薄型化により厚みを抑えつつも Bluetooth とソーラーという機能性を維持し、消費電力も大幅に削減しています。加えてカーボンコアガード構造により G-STEEL シリーズで最薄を実現。バックからベゼルトップまで 12.9mm とGST-B100 と比べて 1mm 以上薄くなりましたということで、今回は薄型化っていうのを売りにしてきているようですね。 B シリーズでは初代になる GST-B100 も結構薄かったんですが、こちらが 14.1mm でしたから、ここから 1.2mm も薄くしてきたということで、どうでしょう、シリーズ最薄というだけあって、やっぱり 1.2mm 違うだけでもだいぶ薄くなった感じがわかりますね。先代の B300 は武骨さが売りでしたから、やっぱり分厚くてですね、15.5mm もありましたので、これとは比べるまでもないと思いますが、どうでしょう、全然違いますね。これと比べちゃいますとね、さらにこいつの薄さがわかるかと思います。まあ私はこの分厚さが G-SHOCK らしくて好きなんですけどね。まあこの辺の好みは人それぞれ分かれてくるかと思います。まあ薄くすると見た目の他にどんなメリットがあるかと言いますと、やっぱりこのような長袖のワイシャツでも袖先を干渉しにくいという点でしょうかね。このようにスッと袖に収まる感じで仕事でワイシャツなんか着られる方にはこれはとてもいいんじゃないでしょうか。今回は先代のような武骨さを抑えておりまして、このようにどちらかというとドレッシーなデザインと言いますか、オフィスワークとかビジネスシーンでも問題なくお使いいただける感じですね。でこちらのボタンもですね、先代同様大きくて押しやすくしてきておりまして、操作性も申し分ないかと思います。で今回この B400 はこのように4つのタイプで出してきたんですが、私はこのブラックに青文字版のこいつに一目惚れといった感じで、まあ、今回は結構即決した感じでしたね。もちろん他の3つも良かったんですが、この全体にブラック IP 加工されたところへ青文字版っていうのが今までありそうでなかった組み合わせなんですよね。このブラック IP にブルーの文字盤っておそらく G-SHOCK 初じゃないでしょうかね。間違ってたらすいません。 G-STEEL でも過去に青文字盤出てましたけどね、その時は確かシルバーだったんですよね。で実際に届きまして手元で見ましても本当にうっとりするほどかっこいいんですよ。高級感が半端ないんですよね。でこのブルーの文字盤のことをカシオさんではこのように解説しています。省電力モジュールの採用で文字盤透過率を抑制し、多層膜上着による高発色な文字盤着色を実現。 G-STEEL のアイコンであるディスクバリア、ブリッジパーツにも上着を施し、細部までこだわったフェイスに仕上げたということで、やっぱりこれ新しい技術なんですかね。ソーラーパネルってそのままだと普通黒っぽいんですけど、太陽光による発電量を落とさずに色をつけるって結構難しいことだと思うんですが、それをこのようにキラキラ光る文字盤にしてきましたからね。普通ならこのように全体に黒であれば文字盤も黒でオールブラックにしてもそれはそれでかっこよかったと思いますけど、そこをあえて頑張ってブルーにしてきたところがいいんですよね。最近ではこの AWM-500D のシルバー上着が記憶に新しいですね。これもタフソーラーなんですが、頑張ってオールシルバーにしてきたモデルでしたよね。それとこのケースのデザインも今までにない新しい挑戦が随所に垣間見えるんです。このトップのベゼルとその下にもう一つベゼルがありまして、これよく見ますとそれぞれ違う仕上げが施されてるんですね。わかりますかね。これもカシオさんのサイトではこのように解説しています。複雑形状のステンレスパーツを組み合わせたベゼルを採用、ヘアライン、ミラー、ホーニングなど一つのパーツを部位ごとに細かく仕上げ分けすることで、あらゆる角度からメタルの質感を追求したということで、この考え方って先日動画にした MTG-B2000 とちょっと似てますよね。こんな感じでケースとベゼルを別体にしまして、細かいディティールを際立たせた技法と同じような感じなんですよね。今回の G-STEEL は MTG の新作同様、メタルの美しさをとことん追求してきてまして、このように薄型化してきたところなんかを見てもですね、 MTG と G-STEEL、 この2つの機種は G-SHOCK のデザイン分野でのパイオニア的な役割を担っているシリーズと言えるかと思います。最後にこちらの基本的な機能を紹介しておきます。耐衝撃構造と20気圧防水はもちろんなんですが、モジュールにはタフソーラーとスマートフォンリンク機能を搭載しておりまして、このようにスマホとつなげて細かな設定をすることができます。
世界38都市の時刻がわかるワールドタイムもスマホの方で簡単に設定が可能です。それとデジアナモデルには便利な針対比機能がついてますので、日付とか曜日を確認したときに針が邪魔をしておりましたら、こちらのボタンを押せばすぐに解いてくれます。それとデジタル表示とアナログ文字盤を同時に照らしてくれるダブル LED ライト、これもかなり明るいと思います。それからモードボタンを押しますと、このおなじみのディスク針が回転しまして、ストップウォッチ、タイマー、アラームと切り替わりまして、最後にバッテリーインジケーターになりまして、常に電池の残量を表示してくれています。風防は無機ガラス、いわゆるクリスタルガラスとなっておりまして、表面はこのように平らになってますね。ケースサイズは 46.6×49.6×12.9mm と G スティール史上最小で最薄のサイズとなっております。質量は 160g となっておりまして、薄型化はしておりますが、メタルバンドの場合はしっかりとした重量感が感じられますね。ちなみに先ほどバンド調整をいたしまして、私の腕周りがだいたい 17cm ぐらいなんですけども、それでコマを4つ外した感じなんですが、この外した状態ですと何グラムかと言いますと 144g ぐらいですね。樹脂バンドの場合の質量は 80g になりますので、やっぱり重量も G スティール史上最軽量となっております。はい、いかがでしたでしょうか。今回の G スティールはですね、デザイン性を追求したかなりかっこいい G ショックになっておりました。これならビジネスにもバッチリ合いそうですのでね、私もしばらくはこいつにお世話になるかと思います。ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。